今回2020年のオリンピックを前にテロ対策の名のもとにパレスチナの人たちの命と引き換えに開発した武器を日本に売り込もうとしています。戦争をやめろ、ソーロー・ミルハマ、パレスチナに自由を、兵器じゃなければいいのかと、セキュリティ技術、それだって、パレスチナで、パレスチナの人たちを虐殺し、監視し、抑圧し、そういう中で磨かれてきた技術です。そういうものがもしこのオリンピックを契機に私たちの社会にもたらされたら、じゃあそのセキュリティの目はそれは誰に向くか、私たちは本当に自分のこととして今度は私たちがその被害に遭うんだと。パレスチナ人を虐殺する中で作られた技術の展示ですので、川崎市の理念からも真っ向から反するので、利用許可を与えないでほしいということを言ってきたんですけれども、まあ、川崎市の言い分は銃がないからいいんだということだったんですね。ですけれども今日蓋を開けてみると、実際に配られている置かれているパンフレットにはウェポンということで、もう銃とかあるいは銃弾がもう露骨に製品として書かれている、そういうものを堂々と展示させているわけですね。そういうものが堂々と置かれた以上、もう約束違反ですから、当然それを置いている、まあ、タール社などのブースはもう退去させるべきですし、非常に問題点が大きいというふうに思います。はい。